まあ、二等兵、はい、人の話を聞けない、自分が思ったことは喋りたくなる、うん、はい、二等兵が傾聴力、はい、人の話に耳を傾ける力を養いたいみたいな話を、うん、その時にあのリッスンっていう本、あ、なんか出ましたね、がいいよっていう話を聞いていたので、うん、それを買ったんですね、はい、ちょっとこれあのいつも本読む時にカバー外しちゃうんで、はい、ちょっと裸なんですけど、うんうん、リッスン、ケイト・マーフィーさんが書かれたものですね、はい、うん、でこれを見ていた時に、うん、奇妙な共通点がこの三浦淳さんの本の中であったものですから、はい、うん、ちょっと紹介させていただきます、はい、というのは、三浦淳さん と、リリー・フラーキーさんの2人の対談みたいな本で、はい、どうやら俺たちいずれ死ぬっつうじゃないですか、うん、っていう本があるんですね、忘れてましたね、僕たちっていつ死ぬかわからないんですよね、はい、でも死ぬのは決まってるんですよね、死ぬのは決まってます、よくなんか最近山田玲治さんの番組でも、はい、メメントモリ、死を忘れるなと、うん、で要はこの本の中で一番初めに、いやこれはそのあるワードをもとにこのリリー・フランキーさんと三浦淳さんが、はい、そのこのワードに対して話すものなんですけど、うん、これの一番初めのワードが、はい、第一章が人生にまつわることで、一番初めのワードが不安なんですね、うん、不安についてお二人で話してくださいみたいな、はい、ところから始まるんですけど、うん、冒頭に三浦淳さんが、うん、まあ、そもそも安定というものがあると思い込んでるから不安なんだよねと、ジョン・レノンのイマジンみたく思い込まなきゃダメだよと、はい、いやあれって想像してごらんと、うん、あれもないこれもない、うん、それもないっていう中で、うん、なぜ戦争が起こるんだろうみたいな、うん、要はイマジンみたく思い込まなきゃないない、うん、安定もない不安もない、うん、って思い込み、うん、で奥さんなり夫なりが、うん、いいじゃん大丈夫だよ、うん、なんとかなるんじゃない、うん、って思ってしまえば、うん、不安になんてならないんだけどね、うん、ただリリー・フランキーさんが、まあ、うん、ただ今は不安を逆手にとって、うん、まあ、商売してる人がいっぱいいますからね、うん、とっていう話の中で、うん、三浦淳さんがこう言うんですね、うん、まあ、そもそも俺らみたいな自由業、うん、まあ、リリー・フランキーさんと三浦淳さん、うん、2人ともあの、まあ、芸術の世界というか、うん、漫画家であり、はい、イラストレーター、うん、でも、まあ、このチャット GPT が出てきて、うん、どんどん AI が侵食してきている、うん、この世の中では、うん、もう我々もちょっといつ仕事がどうなるかなんて分かんない世界ですよね、うん、っていうところで、いや、まあ、そもそも俺らみたいな自由業っていうのは不安業っていうことだからねと、うん、不安な業不安業、うんうん、出ました三浦淳さん、はい、不安タスティックな商売だからと、はいはいはい、不安タスティック、うん、はい、不安を原動力にしてるところあるしねと、うん、こんな時、うん、何俺たちチンポの話書いてんだよみたいな、うんうん、それどころじゃねえだろ、うん、っていうそういう後ろメタファー、はい、な、うん、後ろメタファーこそが、うん、この商売の面白いところでねと、うんうん、っていう不安タスティック、はい、でこの不安タスティック、うん、これを Google さんに聞いてみますと、うん、一番初めに出てくるのが、うん、糸井重里さんの、うん、ほぼ日、うんうん、ほぼ毎日新聞でしたっけ、うんうん、あそこでその Life is 〇〇っていうところでも、うん、三浦淳さんはこのファンタスティックっていうのを挙げてるんですね、うん、21人の Life is っていうのが出てくるんですけど、うん、で三浦淳さんの Life is 〇〇は、うん、Life is ファンタスティックだと、うん、ファンタスティックティックとは人生は常に不安なものである、うん、三浦淳さんもそうなんです、うん、しかし不安にタスティックをつけることで、うん、そんな不安な毎日を楽しんでいこうじゃないか、うん、ということですと、なんだって不安じゃないとつまらないものさ、うん、と自分自身を洗脳していきましょうと、うん、でまあ三浦淳さんは僕は常に
自分の子しか考えていないからか、うん、昔からよく人に怒られますと、うんうん、ですから何か行動を起こすとき叱られるんじゃないかっていう逆算で物事を考えています、うん、常にそこから考え始めていると、うん、怒られるかもしれない、うんうん、ただそのそういう怒られるかもしれないっていう不安は、うん、確実に三浦淳さんの起爆剤になっていると、うん、人生は不安だからこそファンタスティックなのです、うんうん、ファンタスティックは素晴らしいっていう意味ですね、はいはい、でこの Life is 三浦淳さんの次に出てくるのがさかなクンさんで、うん、ギョギョギョなんですけどね、うんうん、あのこれはまあ驚きっていう意味で、はいはい、あちなみに、まあ、先ほど、後ろメタファーなんていう言葉も出しましたが、はい、この後ろメタファーとは、うん、強引に訳しますとこれも三浦淳さんの造語なんですけど、うん、後ろメタさ足すメタファー、うん、隠喩ですね、うん、から来た言葉で無理やり直訳すれば後ろめたいことにこそやる意味があると、うん、どんなことでもやり続ければものになるが三浦淳さんの信条と、はい、やり続ければ取り上げられるんじゃないんですけど、はい、注目を浴びるというからしさになるみたいなことだと思ってるんですけど、うん、まあ、ひたすら続ければいつかものにすることができるっていうのを読んでて、うん、へえと思っているときに、はい、これをまあこの裏付けるじゃないですけどこちらの方にも出てきたんですね、はい、リッスンこちらの人生と自分を面白くする方法っていう章のところでですね、はい、まあ、ちなみにこのリッスンっていうのは聞き上手になると知性豊かで想像力がある人になれるよっていう、うん、なので聞くことっていうのがいかに素晴らしいのか、はい、っていうことを500ページにわたって、はい、書かれた本なんですけど、うん、この中で実はコミュニケーションに不安を抱いている場合も好奇心が抑制されますと、だからこそ電車やバス、エレベーター、待合室のように混雑した公共の場所で人は毎日見知らぬ人を完全に無視します、うん、でももし人と話さないといけないとしたらどうでしょうか。シカゴ大学の行動科学の研究者らはバスや電車を使って通勤する人たち数百人を対象に実験を行いましたと。その実験とは1、一人で座る、2、知らない人と会話をする、3、いつも通りの通勤をするという条件3つのうち1つを通勤時に行うように割り当てられましたと。で、参加者のほとんどが見知らぬ人と話をしたら満足度とその日の生産性がどちらも一番低くなると予測しましたと。まあ、めんどくさいですもんね、うん、全く知らない人に話しかけるのって、うん、ところが実際は逆だったと。見知らぬ人と話をした人は通勤後に一番満ち足りた気分になり普段の仕事と比べ作業量の減少も感じませんでしたと。実験前には誰もその全く知らない僕と話をしたがらないだろうし、うん、会話は間違いなく嫌な感じになるだろうと考えていたと、うん、ところが実際は拒絶されたとか侮辱されたと報告した人は誰もいませんでしたと、うん、人間は大抵とりわけ社会的には不確実性を嫌いますと、うん、これまで通りに続けなさい、うん、それをしてきて今のところまだ死んでいないんだからと、原始的に脳に備わったサバイバルのための仕組みがささやきかけてくると、うん、これまで通りに続けなさいと、うん、っていうのを見た時にですね、はい、ちょっとなんか結びつきませんか。何そうですか。ファンタスティックと、はい、要は不確実性を嫌って、うん、嫌って一人で座って何事もないようにする、うんうん、んじゃなくて、人と話をした人が一番楽しかった、うん、生産性も上がったっていう報告があって、うん、でここに出てくるのはまあちょっと急なんですけども、はい、しかしまあ逆説的ではあるが、うん、生きた実感を一番味合わせてくれるのは不確実性ですと、うん、人の話を聞かないのは何も起こらないつまらない人生、うん、予測不可能だからこそ人は興味深いと。
不確実性を避けたいがために人の話に耳を傾けないのだとしたら、そこで確実に起こることは退屈な時間と新しい学びがないために、あなた自身もつまらない人間になる、それだけです、うん、っていう章を読んでいてですね、はい、不確実性と不安タスティック、うん、結びついたんですね、うん、おや、なんか体調はなんかあまり不確実性、不安に生きようよっていう、不安大歓迎だよっていうのは、要はあのよくいろんなとこでも言われるんですけど、毎日同じ道で帰るんじゃなくて、ちょっとずつ違う道を通るとか、毎日違うこと違うことをやると脳にいいなんて言うじゃないですか。それが結びついてですね、それが僕は不安と結びつかなかったっていう。あ、で僕はファン、不安タスティックとリッスンを結びつけたかった、はい、要はもう分かりますよ、不確実性なことばっかりなんですよ人生って、はいはいはい、もうなんかあの三浦淳さんの方は、まあ、それでも楽しもうぜって言ってるように聞こえたんですよ。あ、そうだ、まあ、まあそうですね、うんうん、であっちは変化を恐れるなって言ってる、そうですね、受け止めたんですよ。あ、はいはいはい、あ、違うもの違うもの、あ、まあ一部重なる部分もあるみたいな、はい、で僕はこの、うん、三浦淳さんの話だけだと弱いかなって思ったんですよ、はい、不安タスティックって思うとはい、はい、不安じゃなくなるんですよって、はいはい、アホかみたいな感じません？まあ面白くはなります、はいはい、でも、うん、あそこに要は不確実性の方が人は面白くなるし、うん、人生って面白いよねっていう厚みを持たせたかったので、うんはい、ちょっと一緒に話をしてみました、はいはい、